今から夏感じちゃおう。レポサラダマイマイイーちゃんもちもんはるかです。本日の企画はお家で流しそうめん。イエーイ。あ、なんかちょっと懐かしい。外ロケに来た気持ちになる。ね、ね、まあ、真夏ですし、この暑い中ですから皆さん冷たい麺食べたくないですか？食べたい。はい、お家で流しそうめんということで、今から私たちは流しそうめん作ります。すごいよね、機械みたいなさ、あれから作るんでしょ。うん、そう流すところから作る。そうめんに茹でるとかじゃないもん。そう、自分たちで、まあ、簡易的な流しそうめんを作りたいと思います。はい、はい、みんな準備はよろしいか？はい、はい、はい、今から流していきましょう。ポンポン作ろう。はい、はい、はい、どうやってやるの？こういうこと？違う、あ、そうそうそうね、そこ切る手じゃない。イエス、こっちもこう。イエス、切れた。ねえ、やっぱはるかって切ろう。なんかノコギリある。ノコギリ行こう。なんかノコギリある。切れない。え、そこで切れる。あ、切れてる。あ、すごい。じゃあ、テンバント作れそう。じゃあ、バカ時間かかる。多分色が開ける。もう大丈夫。あ、これもハサミか。ハサミでいけるね。ハサミでいけるし、ハサミカモン。はい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 、すいません。ハサミが歩いてきますからね。本日もフルポンは賑やかでございます。うまいうまい。ほら、これもじゃないの。いいよ。あー、怖い怖い怖い。まだ握り方が違うもん、あんた。ね、違う。最初ブスッと入れて、それ怖い。そうそうそう、入ったら、あー、あー、で、切るよ。やばい。怖い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 。ファミリー、そこはファミリーやった方がいいよ。こっちもそう。そこはファミリーやる。むずかった。カッター、むずかった。やばい、こんなになるんだね。ちっちゃい。でも意外とスムーズだね。うん。うちら優秀かもしれない。優秀だよ。優秀すぎるが、あまり。あの、しろって最強だね。ごめん、今日やばいかもしれない。今日に借りたくないよ。え、それか今日朝からやばかったよ。朝からやばい。おはようございますって言ったらね、あの、わざわざね、玄関のね、前まで来てね、おはよう、怖っ、ね、入りましたね。あれ、たまたまじゃないの？わざわざ来てくれてたの？絶対そう、それさ、今取り付いてる人が絶対そうなんだよ。なんだ、協力頑丈テープ。いや、全然そう。なに、怖い怖い怖い。一回頑丈、頑丈さを試しているの。あ、手で出して、手で。はい、もう一個。それ、ムチドにやったら切れられるよ。と思ったから。マジになったね。はい、やってて。取れるのかどうか。あら、まあ。やばいかも。このままでさ、はい、はい、か私にやったら切れられるからとか言ってさ私にやってんの、だって痛かったんだもん。はいはい、もうその話終わったから。痛かったの、痛かったって言ったらこんな、ね、マジくどい、マジで。マイマイ挟め、はい、えぇ、そんな、そんな、ちゃんとドリア出しちゃったよ。あ、真面目にモードになった。真面目、真面目なんだよ、真面目なんだよ、真面目なんだよ、一生終わんないんだよ。それでさ、迎え入りたいとか、これどうすって何？じゃあ誰がこれ仕切る？はい、ちょっと誰が仕切ってます。じゃあだから作るの。作ります。じゃあもういいやつ作って。はい、はい、とりあえず今から画角を変えまして、ちょっとカオスになってきちゃったんですけど、画角を変えて、あの、ちゃんとね、水道から接続できるようにしたいと思います。見る、ここに。あ、いいね。司令塔するわ。ちょうど司令塔なんだけどね。そうだよ。あれは視界のだけだよ。視界のだけだよ。おめえ、カメラも知ったけどな。ファンが司令塔だ。はい。ファンたちも。お願いします。なんでポチドってさ、あんなに厳しいの？おめえさ。あ、分かって。おめえさ、あんなにちゃんとしろよ、もっと。オッケー、やばい。ちょろちょろちょろ。いいよ。ね、流して。あ、やめた。あ、いいっすか。あんだけ、おめえよ。いいよって。もう、カメラだけ持っとけ、お前。日焼けして、あの、サンタアンダギーに似てるから、アンダギーになった。おい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 。おい、カメラマン。おいおいおい。え、
る漏れてる漏れてる。あれやっぱし、いや漏れてる。でもわかるね、こういうので。ネトネトする。あ、そう、やったー。そうめん湯がいたから、それで洗っていい。ちょっとで、ね、いいよ。ありがとう。もう一回出してみよう。自立しない。わあ！勢いを考えろ。出しすぎ。出よだよ。でさ、リハーサルしようよ、これで。よし、リハしよう、リハ。リハだ。あ、なるほど、なるほど。わあ！ねねね、あんまり勢い良くしないでね。いや、心の方がシューって伝わりますかね、この。この水浸しな状況。でん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 ふりふりじゃん。そうか、嬉しそうなんだよね。ちょっと流してみて。ちょっとね、うん、ちょっとよ。 YouTuber やで、YouTuber。 ちょっとよ。 うち YouTuber だもん。ちょっとやな。YouTuber。 ちょっと一回までちょっと流してみちゃったりしたいんで、うん、いやいやいや、やめてしてみちゃったりしたい。絶対にやめて。アンダギーやっちゃえ。アンダギー、アンダギーがやれだって。アンダギー怖いから。アンダギーいけいけ。怖いもん、多分流したら。もうやばい。コメント耐えてくれ。私の方にね、ゲームがナイスナイスです。ありがとうございます。めんつゆってこれで薄めるってこと？お、確かに。確かに。つゆ作ってる。うちが賢くさ、ちゃんと麺はやったのにさ、大事なやつやってる。はい、ということで、すんげーびしょびしょになりながらできました。キラ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 。とんでもないよ。でもめっちゃ濡れるわ。一応楽しもう。腹をくくって楽しもう、うん、はい、そうめん流していきたいと思います。はい、はい。なんとハウスにめんつゆがなくて、はい、買いに行ってきました。そうめん専用のやつだ。え、絶対美味しいよ、うん、え、それ薄めなくてもいける。薄めなくてもいける。食べよう、食べよう、食べよう。じゃあ誰が流しますか。流したい。流したいんだ、うん、そうめんが出てきた。ねえねえ、この人何か言ってる。見えないそうめん、見えてる。怖い。だから、マイマイさ、スタンバイしてるよ。早い、早い、早い。お水なんか地味に多くね。いいの。はい、じゃあまず第一投。多くね。さあ、早い、早い、早い。割り箸なの。うん、確かに。こうつるつ
それ行きたい。それはやっちゃっていいの？夏感じてるみんな。いや、パラパラ感じてる。夏感じてる、大丈夫？夏は感じてない、別に。だって室内だもん。うるせえな。え、なんか音楽とか流した方がいい。振り袖のなんか音とかないのか。川の流れみたいなさ。え、そういうのなんかセミの音フリーミーで。川にいるからうちらは今。じゃあ行きますね。待って、本当に怖いんだけどこの人。行きます。ね、ガチで怖いんだけど。行くよー。行けー。これこいつちょっとどうしようって。はい、みんな。バイバイ。出ないよ。行くよー。行っちゃう。行くよ。上流攻めするよ、私は。行くわよー。はたまり。うすごーい。私たち全員で食べたいと思います。はい、ということで本日はお家で流しそうめんしてみました。イエーイ。みんなも不要なペットボトルあったらやってほしい、ね、楽しかった。楽しかったということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いな、私もやってみたいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。また明日の動画で